まあ、そうなんですけども、グループサウンズものを少しここでやってみたいと思います。仲のいいミュージシャン、ワイルドワンズの上田義明、タイガースの加橋克実、沢田研二ではありません。リザムは随分違うんで、それと別に彼のことどうっていうわけじゃないんですけど、それともう一人誰だっけ、ミッキー吉野か、まあ、この辺は今も仲が良くフレンズシップ、ドコモンシップ、ね、こういう感じで楽しくやってますけど、まあその中で僕は思い出深い曲と、そして、好きな曲ですね、 DS の中でも最もその頃からも今もで、シャープボックスのちなみに僕たちの、曲は何曲かデビューで歌わさせてもらったんですけども、シングルになったのは確か3曲ぐらいだと思いますけど、その中の2発目の遠い渚という曲、こういうあるいはソングタイトルを出す遠い渚っていうのは僕、ね、来る方もいますけど、今日ほとんどの方はご存知ない、僕も無名ブランドだったんですね、遠い渚という曲もあります。まあ、それも一応今日はやってみたいなと思うんですけども、横浜を中心として、まあ、横浜のバンドゴールデンカップスっていうのがありました。ミッキー吉野と、それからデイブ・ヒガオね、ボーカルの、まあいいバンドで、好きなバンドでした。僕もああいうバンドのボーカルになりたいなと思ってたんですけども、その夢は果たされないままで、まあ、しかし他の夢は大きな夢に咲かさせていただいてるんですけど、まずゴールデンカップスの長い髪の少女、これやりたいと思いますね。長い髪の少女、孤独な瞳、後ろ姿悲しい恋の終わり、どうぞ心仕上げて、どうぞ聞かせて、愛の物語、雨に汚れた街で、あなたは一人なくした織物の上に影を探す、優しい言葉、ルル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 ル、長い髪の少女、涙